テーマイベント、童心の遊び。これちょっとね、なんていうの、パッと見わからんなって思ったから、同じ人おるかもしれんなと思って、説明しとこうかなと思って、一応理解できたと思うんで。で、どうやってこの画面開けばいいかっていうところからいっとこうか。ここ、上の、プレゼントマークみたいなところ。右上のね。これね。で、下のテーマイベント、左下の特別作戦の右、ここ、テーマイベント。で、童心の遊びっていうのを選ばれてます。で、この画面が出ます。で、童心の遊びショップっていうところを開くと、このイベントで交換できるやつが、まあ、これら交換できますよと。子供の非ボイスパック。 何なんだろうな。まあ、この辺いけますよと。なんかモンスター近づいてる。大丈夫かな。まあ、こいつら交換できます。で、このハテナボタンを押したらわかる。イベント期間中、プレイヤーはデイリークエストでイベントアイテム、シャボン玉を入手できます。デイリークエストで入手できるシャボン玉の上限は1日400個。アシスト参加では獲得できない。初日の獲得上限400、翌日800、5日目は最大2000個。で、ここがちょっとまあ分かりにくいかもしれないんだけど、初日、今日じゃあ初日として頑張ろうと思ってやり始めるじゃん。ただどんだけ頑張っても400個までしか上がりませんよ。で、翌日は800個っていうのは、で、初日サボった人がいたとして、で、初日の上限は400個だったじゃん。翌日は1日で800個までいけるってことね。で、1日400個ずつ、1日あたり400個ずつっていうことじゃなくて、1日あたりじゃないわ。受け取れる上限が1日ごとに解放されていくっていうことね。まあ、書いてある通りではあるんだけど。で、じゃけまあ、極端な話、5日目にイベントを始めたとして、初日、もうそれまで全く手つけてなかったとしても、5日目にやれば、1日の上限が2000個取れますよっていうこと。だから日々コツコツやってもいいし、400個ずつ取っていってもいいし、もうめんどくさいなと思う人も5日目に、もうバッと時間空けて、で、そこでがっつりやるという感じでもいいっていう感じ。いいっていう感じなんじゃないかなと思う。で、朝5時に、上限が更新されますよということ。俺、前の、1個前のイベントでさ、ここがちょっとよく分かってなくって、1日あたり、まあ、今回で言うと400だけど、前回のイベントだったら1200個だったんよ。だからそれ取り逃してたら、もう取り戻せないんかと思ってたんよ。でそうじゃないっていうことはちょっと知っとくべきだね、そこはね。そう。取り戻せますよと。で、1日の上限を設定、説明が難しいよね。1日で獲得できる上限は、一応設定されるんだけど、別に、なんていうの、翌日リセットされるとかそういうことじゃないから、大丈夫よと。最終日ガチで頑張れば、まあ一応いけなくはないよということね。で、これ最初ちょっと分かりにくかったんだけど、これで説明終わりなんかなと思ったら、下があって、そう、これだけでちょっとよく分からんなと思ったんよ。で、あれおかしいなと思ってさ、そう、これやったらいけたから。で、検証クエスト、1件クリアするごとにシャボン玉10個獲得。ワールドボス宝箱を開けると、シャボン玉40個。虚空の裂け目1回クリアするとシャボン玉20個。辺境が1ウェーブごとに5個。おい、何今？なんかバグったの今。辺境、あ、今のが、ノーマルが5個。ハードが1ウェーブごとに10個。討伐作戦、ノーマル1回クリアごとに10個。討伐ヒーロー1回クリアするごとにシャボン玉20。連合作戦のボス、宝箱を開けるごとに10個。チップの紫色が、1個開封するごとに15個。青色は1個開封するごとにシャボン玉20個ということですね。で、この方式で、シャボン玉を集めていけばいいですよ。で、初日は、1日の上限は400個。2日目800個と、1日ずつ、上限が解放されていくということですね。で、現在俺が、今42個か。42個。42個は、デイリーやったのと、
青い宝箱を開いたので、デイリー1回 10×4 で40で、青い宝箱を1個開けて、プラス2個での合計42という感じです。だからまあ好きなやつをクリアしていけばいいということではあるよね。なんか近くで猛獣の声がするんだけど大丈夫かな。じゃあまあちょっとそれで終わるのもあれだから1個何かしらクリアしていくか。辺境行こうか。でハードで今回数 2個あるからでもこのまま使っちゃおう。ざわついた心を沈めないとね。2個あるっていうことは2回分かけ2で取れるのかな。現在俺42だから計算すりゃ分かった。マッチングしない。マッチングせんかな。うわさきさんを手に今マッチング中だ。佐々木さんを今育成中。この途切れずにずっと攻撃し続けるの強いよね。ラフィーさんの武器スパークをさ育ててたからさ、来た、あれ育ててたから、今まあ回復、俺アイテム使わず、回復料理使わずにさ今いっとるからさ、回復系の武器2個使いたいね。ってなると残り1枠でまあある程度ダメージ出る武器になるじゃん。そしたらでラビーさんのでいいかなと思ってたんだけど、ふわさきさんのやつ当たっちゃったから、当たっちゃったというかいや良かったんだけどそう、まあ、使おうかなみたいな風になってる。22日だったっけ、リンヤさん出てくるね。え、1、2、3人しかいないじゃん。マジ？あ、なんか一人入ってきたね。あ、よかった。氷結、Huh?
あ、やばいぞこれ。気をつけんとな。待って、止めた。でもまだ入ってされてない。あの攻撃やばいから。おお、待て待て待て、時間制やめろ。あ、間違えた、間違えたよ。時間制やめろ。ああ、待て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 。ん？どこ行った？こいつ嫌だなぁ。危ないぞ、危ないぞ。倒した？ナイス。あ、金装備来たね。障害を排除する。紛らわしいな、仲間。ちょっと見とるよね。そうでもない。氷結。避けきれん攻撃をしてくる。はい、今一回まで切ってたの。待って、あいつのなんか必殺技みたいなのが溜まってるかどうかだけ知ってるって感じ。あと5かた。命令に集中する。本気で行く。空撃攻撃では追いきれんな。しっかり避けてね。
わ。自動で追尾してくれる攻撃いいけど、ダメージがあんまり入らない。当たるの？結局宝箱1個しか取れんかったということよね。あれ宝箱って勝手に変化もう手に入ってんのか、開けなかったっけ、開けんかったっけ、あれ。あれ今ウェーブ1かけ2回分、ウェーブ1何分だったっけ、10ハート、ちょっともう一回見てみよう。で、計算が合ってれば、かけ2とかでもいけると。でもいけるでしょ、そりゃ。スタミナじゃないわ。残り回数消費してんのかな。多分。82。辺境。82、20いけてる、ね、20×2 辺境1ウェーブクリアするごとに、だからハードだから今2個のウェーブいけたんだっけ、で2回分をまとめて消費してるから ×2 になって、で2ウェーブクリアしたから合計40っていう計算か。で、大丈夫そうだね。だから掛け2とかやっても問題ないっぽいね。一応なんかこの装備できる、これ装備できるやつよね、多分。こういうなんかアイテムとかもあるんで、まあ、SRR 系の掛け玉もいいね。なんかいろいろ良さそうなやつもらえるから、これをやったらいいんじゃないでしょうか。で、デイリーやるだけでも一応ポイントは入る。けどなんかデイリー以外で何やったら何ポイントもらえるんかちょ分からなくなった人はこの動詞の遊びって書いてるとこの右側のハテナボタン、これ押したら出てくるんで、まあ、これか分からなくなったらこれ確認して、で一応このこれスライドできるってことだけ覚えといてそしたら確認できると思うんで、はい、です。以上です。チャンネル登録高評価よろしく。終わります。ありがとう。